ヒカル先生、なんだか元気がないぞ。本当ですね。いつも私たちより元気で、こっちがついていけないくらいなのに。そういう時は本人に聞いてみるのが一番だブ。ヒカル先生、どうしたバブ？悩み事があるなら僕たちに言ってたぞ。先生に元気がないと私たち心配だぞ。お前ら俺の心配してくれるのか。優しいやつらだな。さくら先生にもその10分の1でも俺に向ける優しさがあればな。さくら先生、もしかしてその元気のない原因はさくら先生バブか？ああそうなんだよ。俺実はさくら先生のことが好きなんだよ。なあさくら先生、俺たち早く付き合おうぜ。早く LINE も交換しようぜ。俺のはこれこれこれ。早く登録してくれよ。なんか言ったらしてくれる。ヒカル先生、見てわかりませんか？私今忙しいんです。それに前から言おうと思ってたんですけど、仕事中はプライベートの話は一切お断りです。いいですね。え、仕事中がいけないのか。だったらちょっと待っててくれ。さくら先生、俺が保育園から一歩出たら仕事外だろ。俺たち付き合わないか？ことがあってさ、さすがの俺もさくら先生俺のこと嫌いなのかよって思い始めてさ、落ち込んでんだよ。僕から見たら嫌いとまでは思えないですけどね。先生、あまりにも好き好きって言い過ぎるんじゃないでしょうか？好きだから好きって言っちゃいけねえのか？先生、恋には駆け引きが必要バブよ。イザベル、ばっかりで女の子を好きになったのは初めてだから、女心がよくわかんねえんだよな。要するにヒカル先生は恋愛に関してまだまだ赤ちゃんだブー。ここには私たち恋したことある先輩がいるんだブー。私たちがヒカル先生に恋愛指導をしてあげるんだブー。おお、何してるの？ヒカル先生もそろそろ給食の時間ですから、一緒に準備をお願いします。おお、じゃあみんなまた後でいろいろ教えてくれよな。ヒカル先生、まずは何も言わないでさくら先生の様子を見るんですよ。おお、何も言わない、何も言わない。なんかものすごく気まずい。昨日仕事中にそんな話するなって怒られたばっかりだもんな。やっぱりここはみんなに言われた通り黙ってよ。昨日私があんなこと言ったからかすら、ヒカル先生朝から元気ないし気まずすぎるんだけど。もうすぐできるので子供たち呼んできます。さくら先生、まだ怒ってんのかな。ずっと黙っとくのは苦しすぎるぜ。すぎてご飯が喉を通らないバブ。いつもにぎやかなヒカル先生がずっと黙ってるからでちょうね。僕たちが何も言わないでって言ったからじゃないかだぞ。みんな給食の時のさくら先生を見てるよ。ダメだ、俺は絶対さくら先生に嫌われてる。こういう時どうしたらいいのか、やっぱり大人の人にアドバイスをもらった方がいいんじゃないですか？そうバブね。誰か恋愛の達人を知らないバブか？うちのリカお姉ちゃんとか彼氏のハルト君とかはどうですか？二人は現に仲良く付き合ってますし、達人じゃないかもしれないけど、私たちよりはきっといいアドバイスをしてくれるはずです。そう
うん、わかったでしゅ。頼んだぞ、みんな。リカお姉ちゃん、ちょっといいでしゅか？うん、なに？3人が改まって私に話なんて珍しいわね。どうしたの？新しいおもちゃでも買ってほしいの？実は、恋の相談なんでしゅけど。まだ赤ちゃんのあなたたちが恋の相談？恋がなんだって？ちょっとリカちゃん、声が大きいですよ。恋の相談は私たちじゃなくって、うちの保育園のヒカル先生です。あ、よかった。ヒカル先生が何？誰かに恋してるの？さくら先生のことが好きで付き合いたいと思ってるらしいんですけど、全然うまくいかなくて落ち込んでるんです。かわいそうで、僕たちなんとかしてあげたいと思ってるんです。リカちゃんから何かアドバイスしてあげられませんか？そうね、私もそんな人にアドバイスするタイプじゃないし、ハルト君も口下手だからな。あ、そうだ、それなら私の友達のレン君がいいと思うわ。レン君は翼ちゃんっていう彼女もいるけど、何よりモテるからね。モテるってことは女心が分かってるってことだと思うの。明日学校で聞いてみてあげるね。はい、ヒカル先生の恋をどうか実らせてあげてくださいでしゅ。はい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 、そういうことなら、この恋愛プロフェッショナルのレン君にお任せください。それで、その恋を実らせたいヒカル先生ってのはどんな先生なんだ？三つ子たちの話によると、元ヤンキー、今までの付き合いはもっぱら男同士、女の子と付き合ったことなし、言葉遣いは悪いけどとっても優しい人なんだって。なるほど、年齢は俺っちより上だけど恋愛では初心者っつうことか。よっしゃ、とにかく俺っちに任せとけ。早速放課後、そのヒカル先生のところに行ってみるぜ。ありがとう、レン君。俺っち翼ちゃんと付き合う前は100人ぐらいに告白されたっけな。そんな俺っちのアドバイスを受ければ、ヒカル先生だって絶対さくら先生と付き合えるってもんだぜ。調子に乗りすぎよ。っていうか、その可愛いって噂のさくら先生に会うのも楽しみだな。ここがココナッツ保育園だな。そして元気な子を片付けしてるあれが噂のヒカル先生か。よし、ここは男同士一対一で話すから、ハルトたちは帰っていいぞ。じゃあ頑張って力になってあげなよ、レン。頼んだよ、レン君。しょうもないことは教えるなよ、レン。はいはい、大丈夫だって。それじゃあまたな。はじめまして、ヒカル先生っすか？お前はもしかして俺に恋愛アドバイスしてくれるっていうレンか？チビたちから聞いたぜ。ありがとうよ。俺っちが来ればもう大丈夫。俺のアドバイスでさくら先生との恋愛作戦大成功間違いないっす。ヒカル先生、今日はわざわざ俺のためにありがとな。ほらよ、それにしてもお前とはなんか初めて会った気がしねえな。懐かしい感じがするぜ。それ俺も思ってたって。実は俺誰にも言ったことないんだけど、生き別れの兄ちゃんがいるっすよ。俺が赤ちゃんの頃、両親が離婚して、俺は母さんに引き取られて、兄ちゃんは父さんに。でも今は新しい父さんと再婚して幸せに暮らしてるっす。そうなのか？俺にも生き別れた弟がいるんだぜ。顔も名前も忘れてしまったけど、俺は父ちゃんについて行って、弟は母ちゃんと一緒に、それで離れ離れになったんだ。今頃その弟どうしてるかなーって時々思い出すんだけどな。なんか俺とヒカル先生がその兄ちゃんと弟だったらぴったり話が合うっすね。すげー偶然だ。ほんとだな。だからどこかで会った気がしたのか。ほんとっすね。もしかして俺たち本当の本当に兄弟なんじゃ。
なんか急にそんな気がしてきた。俺もそんな気がする。顔も似てるっちゃ似てるよな。声やお調子者なところもそっくりじゃないか。あ、そうだ、レン、お前ちょっと右腕を見せてみろ。え、はい。うわー、やっぱりこの傷跡間違いねえ。俺が赤ん坊のお前を調子に乗って無理して抱っこしたら落っことしちゃって、できた傷が残ってしまったのは覚えてるんだ。その雷みたいな特徴ある傷、間違いない。お前、俺の弟だ。兄ちゃん、まさかこんなところで会えるなんて。俺もだ、再会できて嬉しいぜ、レン。俺たちは本当の兄弟だ。兄弟なんだ。それにしても兄ちゃん、弟の俺っちに恋愛相談受けるなんて情けないぜ。本当だな、せめて会うときはかっこいい兄ちゃんでいたかったな。ヒカル先生。ええじゃないです、やっと見つけました。園庭の片付けをしてくるって言ってなかなか戻ってこないから、見に行ってみるといないじゃないですか。そしたらこんなところでお話とはどういうことですか。これには理由があってよ。仕事をサボってお話しするって一体どんな理由なんですか。それは、おい、どうしたらいいんだよ。女の人が怒ってる時はひとまず謝るべきだ。悪かったよ、さくら先生。ちゃんとやるから、残りの片付けもちゃんとやるから、許してくれ。もう、じゃあすぐ戻ってきてくださいよ。またやってしまった。こうやってさくら先生にどん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 嫌われてくんだ。いや、あれは絶対兄ちゃんのこと好きだぜ。今までモテてきた俺っちだからこそわかる。心配して探しに来てくれるのも好きだからだ。お、そうなのか。さすがレン。じゃあこれからも俺がさくら先生と付き合えるようにアドバイス頼むぜ。我が弟よ。おう、任せろ兄ちゃん。俺たち兄弟がまた再会できてよかったねって思ってくれた子は、評価をぜひ。俺たちが兄弟だったというリクエストありがとうございました。ツイッターをやってる子はココナちゃんのツイッターをぜひフォローしてね。また次の動画でな。